はい。こんばんは。聞こえますか？こんばんは。はい。久しぶりです。お久しぶりです。お元気ですか？ハロー。インスタライブ。久しぶりのインスタライブ撮ってみました。今日は、今日はアルバムが発売リリースしまして、その記念にちょっとだけ話そうかなっていう感じですね。はい。お疲れ様です。海外の方もありがとうございます。久しぶりだね。確かに。最近は結構お知らせすることがたくさんあったんですけど、ようやくね、今日アルバム発売を迎えて少し落ち着きそうな気がしてます。ただ今週もミュージックビデオが上がるんですけど まずアルバムの話をしよう。アルバム配信と、あとパッケージでも出たんですけど、今回ね、14曲、かなり多いんですけど、どれもね、なかなか聞き応えがあると思うんで、ぜひ、聞いてみてください。こんばんは。ありがとう。海外の方もね、日本の方もね、配信でもぜひ聞いてください。画面は暗いままです。真っ黒なのはね。 Love from Indonesia. Thank you. ありがとう。今私は Google 翻訳を使用してます。僕も Google 翻訳使用してみようかな。せっかくだったら。アルバムが発売しました。よかったら聞いてください。The album has been released. Please listen if you like. Adam by the. ん?あ、う?え?ちょっと待ってね。僕、英語ができないので、こうやって翻訳しないと、皆さんにお話できないっていう。ああ、そうだ、それと、アダム・バイ・イブ、ライブ・アニメーション is now available worldwide on Netflix。Netflix で、アダム・バイ・イブという、なんて言ったらいいんだろう、映像作品。映像作品が公開されました。日本では劇場でも1週間限定で公開されてるので、よかったら見てください。なんかアトラクションみたいな
作品ですね。すごくね、なんだろうな、すごくいい意味で疲れるというか、60分なんですけど、なんかこう60分で本当にちょうどいい感じ。濃密ですね。とっても濃密だと思います。行きました。ありがとう。映画館ね、僕も好きなんで、映画館で流してもらえるっていうのは嬉しいですね。そのちょうどね、昨日アダンバイブと今日怪人っていうアルバムがリリースしたので、ぜひこの土日とかにね、仕事とか学校でまだ手に入れられてないよって方はぜひ、あとは配信もやってるので配信とかでも聞いてもらえたら嬉しいです。アルバムから先週ね、退屈を再現しないでっていうミュージックビデオが公開されたので、それもよかったら見てください。それと今週欲っていうミュージックビデオがもう一本公開されるので、そっちもぜひお楽しみに。ライブがあるんですね。ちょっと海外ではやれないんですけど、遠くの方でもなんかこうライブを味わってもらえるようなものとしてアダムバイブっていうのを作ったので、ぜひアダムバイブで、ちょっとでも、またちょっと全然違うんだけどね、全然違うんだけど、ライブの感じをね、味わってもらえると嬉しいです。緊張するな。なんかうまく喋れない。怪人の中で一番気に入ってる曲は、今はすごく欲と退屈を再現しないでがすごい気に入ってますね。怪人のね、感想とかもぜひ、ハッシュタグで待ってるので、みんな撮り方上手だね。